あとはやっぱりこの太志の仕掛け読み選手権、このウーソーチーからのウーソーポンっていう驚愕の仕掛け、この形でウーソーチーしてんすよ。衝撃の仕掛け始まりましたって感じじゃん。これサブロッソーわざわざカウンソーで泣いてんだよ。これ衝撃じゃん。しかもサブロッソー見てバゼロ。これはつまりなぜ泣いたかというと、例えばこれよくあるのがさ、ピンズ445とかで赤ウピン切ってスーピン頭のマンズリャンメンですってのよくあるじゃん。麻雀でね、ウーソーポンして赤ウピン切ってピンズのスーピンとかローピンとか頭のマンズリャンメンですっていうのよくあるんだけど、その場合って泣く前の形がこうだったわけよ。こっからウーソーチーほんまみたいな、あるはあるけどえほんまってなったわけですよ。頭をウーソーにしてサブローピロッキワにしてチーして赤をもう一個使い切れるようにしましょうと。いや泣くはないけどみたいな、まあでももじもじしてたし、まあ太しあるかなと思ってたんだが、やっぱ本命視してたのはこっちかなと思って、うん、今回の町の形でいくよ。まあ分かりやすくね、この形でウーソー泣くことによって赤ウーピンとマンズのくっつきできますよと。赤ウーピンくっついたらテンパイの形にできますと。おお、これはあるねってなりましたね。これなら泣いてもいいかと、うん、ということで、まあ、こういう形のことのが多いのかなと思ってて、ただこのノベタンド形がどういう形かまではちょっと分かんなかったんですよ。まあ、シゴロチが一番くっつきとして強いけど、ただねこれちょっとね読み抜けしてたのが一個ありまして、実はねこれ僕の読みというか考えでは別にこれもあると思ってたんですよ。だってこれで、まあ、同じじゃん。意味的にはまあこれでウソチーしてスーソー切って赤ウピンのくっつきにしてウソポンして赤ウピンでウッパーを述べたんですって、これもあると思ってたんだが、一個ね読み抜けしてて、この可能性ちょっと低いんですよね。この可能性ちょっと低いっていう理由がありまして、なぜかというとこれウソポンすんじゃねみたいな。これだとしたらチーしてスーソー切るのかっていう、チーしてスーソー切るならウーソーポンしてローソー切んじゃねと思って、だからチーしたってことは3色絡んでる可能性がね高いのかと、うん、これはね後で思いましたね。当時はなんかカンチャンでチーした方が自然に見えて、まあなんかケアが警戒が下がるからまあチーしていったのかなと思ったんだけど、あとウーソーがね松笠の見物だからそっちを残そうとしたのかなと思ったんだが、それもね全然あるから別にまあ絶対ポンとは言い切れないけど、まあでも太しならポンの方が多いかなということで、これチーってことはやっぱ仕頃の3色をメインにねもっと考えるべきだったかなと思いましたね。うん、チーしたってことはこういうのがで仕頃ウーピンにうまくくっついたら仕頃の3色になるかなということで、ただノベタンの中でも E1 先に切ってるから僕もこれはスッチー1がめっちゃ濃いなと思ってたんだけど、ただウッパー1もこれは全然あってもおかしくないなと、なんなら6級は待ってもおかしくないかなと思い、とりあえず一旦チーしたわけですよ。まあ白自分で引けば漫画になるし、うん、とりあえずラスベなんでまあ K 点も偉いし、まあウッパーピンもねちょっと自分から3枚見えちゃったんで、まあこれはチーしなきゃダメかなと思いチーして、で、まあ、この後ちょっと太の動向を見ようと思ってるんですけど、とりあえずこれでローピンが僕から3枚見えたんで、この左の方の44ウーピンのところ566ピンがねなくなったかなというところで、でまあ E1 切るじゃん、でペイ切るじゃん、でローピン切るじゃん、でまあちょ待て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 、おい何が起こったか分かる、いくよ、おい、今ハク引いてきたんですけど、僕この瞬間なんか空間がちょっと空いただけですけど、これ今ハク引いてきました僕で、一応この左側の形はまだ完全に否定されてはないんですよ。44556走と445ピンチッパー1で嘘を泣いて無理やり赤を使おうとしてるっていうのは否定されてないんですよ。特にこれとかってこうかな、まあ、左側は否定されきってはないんですよまだ。ただふとしちゃんはもうもじもじしてんすよ。3ピンとか2ピン切るとき。こっちに変えよっかなみたいな感じがほぼ述べたんだろうなと。だって3ピン2ピンなんて危なくもなんともないのに、もじもじしてたから、まあ、ほぼ述べたんだろうなと思い、
まあ、リャンウア入ったら僕 Q1 切ろうと思ってたんですよね。ロロチパとかロチパクの可能性低いと思ってたから、レアウア入ったら Q1 切ろうと思ってたんだけど、ハクアンコったんですよ。これなんかちょっと異変でね、勝敗になってんだけど、ハク引いたんですよ。で、今ハクアンコになった。だから、この G1 が、4567は、濃いよ。アホほど。でもさ、きつくない？止めるの。ただ、ちょっと3色を強く見てると、ゴロチパの可能性は相当減って、シゴロチめっちゃ濃厚になるから、まあ打ってもね、赤ウア持ってたら3級で持ってなかったら2000点だから、しゃあないよな。まあこの曲の読みの大事なとこは、44556からウーソーをカウソでチーするというとても異変が起きてるから、その異変は感じた方がいいよねっていうことですね。うん、これはかなりノベタンが出てくる。ただ、このモジモジしてなかったら両面も出てくる。これ左のパターンね。左のパターンで嘘を泣いたパターンも僕はあると思ってた。左か右かのどっちかのパターンがまあほぼほぼほぼで、左のパターンはあると思ってたんだけど、やっぱ三ピン両ピンでモジモジしてたから、左の形でモジモジすることはないから、右濃厚かなとは思ってましたね。まあ確かにピンズの短期いい街だよね。太しいと思ってた。だからまあ、もっと言うと、ここでめっちゃシゴロチだと思ってたら、これチーしないはあるよね。チーしなかったら、Q1 切ってカンパーワンにしてリーチが狙えるから、でこの時はね、このチーした瞬間は、シゴロチも濃厚なんだけど、この左のパターンも僕は否定しきってなかったわけよ。まあ、あり得るか、太しならって。うん。今、白炭とか出てこない。マンズ待ち以外はほぼ出てこない、これは。まあ、アリャンメもあるよ、アリャンメもある。だからまあ、ノベタンかアリャンメンかっていう話だね。そう、スッチー1が濃いけど確定ではないと思ってたんだよね、やっぱ。まあでもな、これはちょっと止めらんねえんだよな。止めらんないのよ、これは。まあ、ハグ引いてるからね、みんな。まあ、グエーって感じだけど、まあしょうがないかなと。うん、モジモジして3ピン切った後ってスッチワの宝珠9割いく感じ。9割はね、さすがにいかないと思うんだけどな。やっぱ G1 が絶対当たるとはな、まあ危ないけど絶対当たるとは言い切れないから、まあチーはするかな。左で赤ウピ赤ウソあってウーソをチーするやつがいるのかどうか、まあいてもおかしくはないよね。で右の形でウーソをチーするのかどうか、ふとしならなんならちょっと思想寄りかな。どっちもあるんだとしたら、まあチーは絶対だし、チーワンプッシュ絶対だけど、例えば右で絶対泣かねえよこんなウーソっていうんだったらチーしない方がいいのかな。ナイオトンいるけど、これはこれ、フトシかな、モデレタになってないけど。どう思うみんな、これ。偽物か本物か、ちょ、ジャッジして、このナイオトンは、フトシかどうか。本物かな、フトシは泣きそうのコメントのセンスが本人っぽいな。モデレタにするか。